や本当九州のファン大注目の慶一郎さんってその良いのか悪いのかの判断があれですけれども、まあ、今年最初の G1 に向けてというところですけど、準備は今どのような感じですか？準備は、まあ、特にはないですけど、まあ、一応支部で補給合宿があったんで、はい、あ、それには参加しました。それはだいぶしっかり練習できたんですか？そうですね、まあ、しっかり、まあ、労働中心なんで、はい、まあ、どちらかというと、まあ、どちらかというとというか、うん、乗り込みのみです。乗り込みのみ。ちょっとまあその成績数字だけ見ると、まあ、記念で初日はクリアしつつ、ちょっと苦しいレース続いてる。ちょっとマシになってきたんですよ。その別府と佐世保の時は最悪だったんで、まあ、なんか1年 の, その精神的な疲れも出たのかなという気が。最近上手だったり疲れ果てましたもん。3着2着両方行ったお前のおかげなんで、うん、沖縄でしょ、うん、はい、沖縄に潮見じゃよ、沖縄です。沖縄に潮見じゃなかった。潮見は奈良県とか他の県が行ってます。あ、結構 できたの、まあ、まあそこでは乗り込みですけど、うん、直前はなんかあの雨が降って寒かったとか。あ、まあ、その分体っていうか一緒にいましたかね、一緒にいないかぐらい。あ、シムのやつですね。あんなで結構入れてきてるんで、単純なその足の感触で言うと、はい、そのいやいや、まあ、うん、今年ではまあ一番いいんじゃないですか、今年の中ではあとはそれこそ、その戦うスイッチっていうんですか、そうですね、うん、徐々に上げていける、まあ、それじゃあまあだから、まあ、その予選でやると、まあまあいいっすよ、うん、濃いメンバーにはなっとるので政治の特選ってことですか、うん、結構きついっすね。その、はい、俊博さんと健介さんと郡司浩平さんという細切れなので1人だったけどな、だから2-2-2-2の1だ、うん、あ、つかないっすね、うん、自分でやって、だから、ね、あの軍事の走り方がちょっとやっぱ変わるよな、うん、後ろ二人と。これひょっとしたら誠一郎先行じゃなかったですか逃げても強い、逃げたら鉄道が仕事する、うん、ちょっと2018年の G1 戦のいいスタート切ってそうね、うん、からだけな、頑張って決勝になるよ、またチャンスあるよな。